はい、こんにちは、松本博物館です。さあ、今日は1500円のデバイスドライバー変身ボルトプレミアム、やばくない？あ、これここ500円3枚だ。さっきカメラストアのところは500円2枚の100円5枚だった。はい、ということでこちらですね。カプセルの大きさはだいぶまあ大きめですけど、もっと俺でかいのかと思った。そんなにでかくないわ、思ったほど。あ、三脚を僕が僕ちゃん、ちょっと三脚は動かじゃないでほしいな。いいだね。うん、カメラも動かしたくなっちゃうね、もうね。うん、そうだね、もういっぱい動かちもんね。さあ、開けます。シールが、あ、そこカメラ部分、そこカメラ部分。え、めっちゃすごいんだけど、こんなパーツ分かれてんだけど。揺れすぎ揺れすぎて視聴者さんが酔っちゃうよね。ちょっとそこ持たないでほしいな。組み立てます。はい、ということでパーツは全部でこんな感じですね。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。デラックスのバイスタンプがこれなんで、すごい、あ、撮るのはい、こんな感じですね。ちょっと組みたいと思います。ちょっと待って。はい、ということでできました。こちらですね。ここの部分は回転はしないのかな。あ、回転しないのかな、崩れちゃうな。固定だ。組み替えるってことかな。スタンプ台の部分は、あ、違うわ、固定だ。もうバイスタンプを押してって、ここはもう固定ですね。このアクションはできるみたい。ここに上からガシャじゃなくてこう差し込む、でこう動かせるっていう感じですね。で、後ろにこれはすごい、すごい、すごい。すごいね。じゃあちょっとデラックス版でもやってみよう。あれ、音こっちの方がいいかも。サイズ感は4倍ぐらいかな、これめっちゃ良くない？すごい来る。なに、そんなに、どうしたの？はい、どうぞ、あげる。あれ？欲しかったね、それね。めっちゃいいかも。まあ、1500円ちょっと高いけど、ありっちゃありですね。うん。ただこのギミックがないのでね、本当に固定なので、これここ固定なんでね、もう回せない、これだけが動くって感じですね。はい、めっちゃ音いいと思う。
仮面ライダーリバイバイバイ。はい、ということで1500円のプレミアムガシャポンでございました。気になる人はぜひ。また明日。